お疲れ様です。信用創造っていう話があるんですけども、銀行に行ってお金を借りるときって、例えば1000万借りますよね。その1000万っていうのは銀行がどっかから現金を調達してるわけではないっていうのは、最近よく知られることになった話です。まあ、というのが、銀行ってのはお金を貸してくださいっていう人に一定の審査をして、じゃああなたに1000万貸しますねっていうふうにキーストロークするだけなんですよね。そうするとお金を借りたい人の口座に1000万という金額が記帳されるわけですよ。あとはお金を借りた人が利息とともに、例えば合計でね、1100万円を銀行に少しずつ返していくことによって、1000万貸したお金と返ってくる1000万がプラマイゼロになって、100万という利益が銀行に残るそうなんですよ。だから銀行ってのはお金を使わずにお金を無限に生み出すね、そういうふうな装置であるっていうことらしいんですよね。だからね、私たちは最初ね、銀行の中にある現金をこう人に貸して、銀行の中の現金が足りなくなっちゃいけないから預金お願いしますっていうふうに預金を集めていて、その預金に対しての利息と貸し出す時の利息の鞘を抜いてるのかなと思ったんですけども、どうもそうではないみたいですね。現金がなくても銀行は理論上無限にお金を貸すことができると。で、貸したお金は必ず金利をつけて返ってくるんで、損をすることがないらしいんですよ。そうなると窓口で手数料をね、 ATM とかで取りますけども、あれは何なんでしょうね。全く不要な手数料を取られてるとしか思えないんですけどね。で、手数料ならこっちが欲しいぐらいですよ。わざわざ銀行に行って ATM をこうやって操作して、なんかこうお金をね、限度額があるわけでしょ。入金するにしても、送金するにしても、出すにしても。えらい不自由だなと思いますよね。手数料はこっちが欲しいよって感じですけどもね。いかがでしょうか。それでは。